はい。皆さん、こんにちは。今週も始まりました。あけみのワッツアップレディオイエーイはーい、えっと。毎週土曜日お昼の12時から生放送でお届けしている、えっと、ダンスの話が中心の番組となっております。今日も元気におしゃべりしていくのは私、ワッツアップあけみです。よろしくお願いします。えっと、私は沖縄市の方で、 ヒップホップダンスの先生をやっていましてで毎週このダンススクールで教えている子どもたちの様子やイベントに出演してきた時の話あとは主催でイベントを開いたりしているのでこのダンスでのイベントがどうだったよとか子どもたちの成長の様子を中心に話していくトーク番組です1時間元気にお届けしていきたいと思いますのでよろしくお願いします 今週は、えー、っと来週ねあのミュージックタウンの1階広場の方で MT バトルの 3on3 を開催していくのでその 3on3 バトルの詳細についていろいろ喋っていこうかなっていうふうに思っていますあとはそうですね 3on3 バトルのこととあと他にも また6月に向けてのイベントがちょっと準備が始まってきたりとかしているのでその辺のちょっと今日はイベントの話が中心になると思いますがよろししくお願いします、ね、えもう考えてみたら5月ももうそろそろ終わりに近づいてきていますねあと1週間ちょいだよねあと10日で5月も終わりという感じでめっちゃ毎日があっという間に過ぎていきますが、ね、え元気に過ごしていきたいと思います。 じゃあ今日も最初ちょっとノリノリな曲からかけていきたいと思いますので聴いてください。この曲です。どうぞ。 はい。お届けしているのは、アケミのワッツアップレリオです。じゃあ、ここから先は、えっと、ダンスイベントの話なんですけど、MT バトルっていうイベントについて話していきたいと思います。えっと、ワッツアップアケミダンススクールが主催している MT バトルっていうイベント、ダンスの大会があるんですけど、えっと、この大会は2009年に始まって、今年で8年目、 を迎え、ていえっと、長く続いているといえば、結構10年目とかに入るイベントもね、ちょこちょこ出ているんですが、ね、MT バトルもそのまま行けば10年を超える長寿イベントになりそうだなって感じで、ちょっとね、いつまでも続けていけるように頑張っていきたいと思います。 MT バトルとは何かって言ったら、えっと、ミュージックタウンで開催しているダンスのバトルイベントだからミュージックタウンの MT ですはい超単純ですけど MT バトル最初はねあのイベントに大会の名前が付いてなかったんですよだから、えっと、フリースタイルソロダンストーナメントみたいなねあの フリースタイルのダンストーナメントがありますよ的な感じで宣伝をしてたんだけどあの参加してくれた子の子どもたちが。 えっと、ミュージックタウンのバトルだから MTMT MT って感じで呼ぶようになってで自然とその出演者の人たちがつけてくれた呼び名っていうことで MT バトルが浸透していったという感じになりますもうそのままもう大会名 MT バトルでいいんじゃないかっていう感じであの採用したんですけれども、はい、そんなイベントですが、えっと、来週の日曜日5月29日に えっと、ミュージックタウンの1階広場の方でまた開催していきたいと思います。8年続いている大会なんですけど、えっと、1年間に、えっと、8回の予選大会を開催して、その8回の予選大会で勝ち上がった人たちが、えっと、年度末に開催されるグランドチャンピオン大会に進むことができて、で、グランドチャンピオン大会では、それぞれの予選大会を勝ち上がった人だけが、 人のみが参加できる、本当にチャンピオンオブチャンピオンみたいな感じで、えっと、1年間のナンバーワンを決めようという大会をやっております。で、これは年齢制限を設けていまして、うん、と年齢制限がなかったらね、結構若手ダンサーとか出にくいわけよ。あの先輩のダンサーたちは結構みんなすごい上手いので、えっと、年齢制限は今年は22歳以下までということで設けています。で えっと、ソロ部門と 3on3 部門とあるんですけど、5月の大会は3人で出る 3on3 っていうふうになっています。えっと、3人組のチームを組んでもらって、3人でチームとしてエントリーするという大会になっております。で、22歳以下までの人たちなんですけど、その中でも部門が2つに分かれていまして、 えっと、中学生までが出られる15歳以下の部門と、えっと、中学生以上高校生大学生まで出られる22歳以下の部門この2つに分かれて踊ってもらうわけです。ね、例えば小学1年生のチームが大学生の、ね、チームを相手に戦えるかっていったらなかなか難しかったりとかもするので。 ね、22歳までだよということだけどその中でも年齢別に2つに分けて15歳以下の部門と22歳以下の部門に分かれてのエントリーとなります。でこれエントリー募集は今現在も受付していまして、えっと、5月の27日金曜日まで、えっと、この「3on3 バトル」に。 エントリーすることができますのでもしも気になる方は、えっと、Facebook ページから「MT バトルで検索してくると」で検索するとイベントのページが出てきますのでぜひチェックしてもらえたらと思います。「MT バトル」1年間に8回の予選大会が開催されるって言いましたけれども、えっと、ソロの大会と 3on3 の大会と交互に開催していきます。えっと 年間で8回やるんですけど4月学年が変わった時からのスタートなので、えっと、前回は4月にソロ部門で今回が5月に 3on3 で次が6月なのでまたソロになります。 で、その次はもう7月は一旦お休みで、8月にスペシャル、夏休みスペシャルということで、3on3 とソロと同時開催になります。で、8月が終わった時点でもう5回の予選大会が終了ということになるので、あと残りは9月と、えー、何月かね、まだミュージックタウンの予約を抑えてないんだけど、9月と、あと多分11月と1月ぐらいかな。 1>, で1年間に8回開催して来年の2月か3月にグランドチャンピオン大会という感じで1年間こんなサイクルで、えっと、毎年進んでいくという感じですねで今回が、えっと、2016年度の第2回目の予選大会5月29日来週の日曜日に開催されますで時間はお昼の12時からミュージックタウンの1階の広場の方でスタートですももししこれエントリーてていて あの出たいんですけどっていうことで、えっと、エントリーしている人たちは12時に大会がスタートしてしまうので、えっと、当日のエントリー受付は付、えっは、と、朝の11時から会場で開催していますので、えっと、前もって事前でメールでエントリーした人たちの集合時間は11時集合になります。ね、毎回100名を超えるるエントリーの、ね、子供たちが集まってくれれんですけれども今 エントリー数どれぐらいだったかな、えっと、何チームいたかな3 o 3, 3人組のチームが確か今20チームぐらい集まっていたので今の時点で60名ですねであと1週間募集していますので、えっと、もしチャレンジしたいなっていうチーム、まあ、もしくはチャレンジしたいなっていうダンサーがいたら、まあ、近くの 一緒に踊っている仲間と3人のチームを組んでエントリーしてもらえたらなというふうに思いますはいでえっとそれぞれ、えー、大会の15歳以下の部門と22歳以下の部門があるんですけど1位と2位と3位まで決めていきたいと思いますでこの3位までに入ることができたらグランドチャンピオン大会に上がれるということなのでえっとねトーナメント戦なんですけど この決勝の2枠そして決勝に入れなくても3位決定戦というのがあるのでこの3チームに入れるように頑張ってもらえたらなというふうに思います、ね、一番ちっちゃい子はあのこれまでにまだ小学校に上がっていない幼稚園生とかの参加もねあのたくさん今までありましたので、えっと、まだちょっとうちの子には早いかもしれないって思ってるかもしれないけど。 うんと、早いかもしれないじゃなくて、あれだよ、イベントには積極的に参加した方がダンス上達するんだよ。<laughs> これは本当だから。え手、っと、うまくなってからさせようかね、じゃなくて、イベントに参加してその経験値を上げるから、え手、っと、うまくなるっていう風にな,なってるっていうか、そうなるので。<laughs> だからもしちょっと迷ってる方がいたら、 ぜひエントリーしてもらえたらというふうに思います。一応参加料もあるんですけど、一人1000円で、えっと、エントリー代で参加できます。で、見る人たち、大人たちは無料で応援できますので、お父さんお母さんと、その兄弟たちとおじいとおばあと、みんなで、あの、ミュージックタウンに応援しに来てもらえたらなというふうに思います。ね、時間はだいたい12時スタートなんですけど、うんと、予選が終了するのが1時過ぎぐらいかな。 で2時ぐらいに予選通過チームの発表とそのまま審査員の審査員ムーブっていうかこんな感じで審査員は踊りますよって感じで紹介してでそのままトーナメントに入るって感じなんですけど今年の「MT バトル2016年度」はちょっと新しい試みが2つありまして、えっと、まずその1つ目は。 審査をしてくれる審査員の年齢というかメンツをちょっと若い世代に引き下げたんですね。これはもうすごいチャレンジなんですけど。例えばその沖縄のダンサーたちって言ったら今キッズダンサーがすごく流行ってきているのでキッズダンスブームだからちょっとダンススタジオに通っているキッズダンサーは結構たくさんいるんですけど 大人になっても続けているダンサーがすごく少ないんですよね。だから、その、ダンスの大会とかを開催するときに、えっと、ダンスバトルの審査員とか、ダンスコンテストのジャッジをする人たちって、本当に限られた人たちになってくるんですよ。だから、イベントが変わっても審査員が同じっていうことがあちこちで起きているので、 ね、結局この審査員の目に留まらないと上がれないじゃんっていう風になってくるのでちょっとそれを改善していかないと面白くないよねっていう風に話があちこちからねちょっと聞こえ始めているのでだったらちょっと同年代の子供たちに審査をさせてみてはどうだっていうことでキッズダンサーの中にもあの飛び抜けて上手い人とかねもう例えば沖縄ではもう負けなしの 子とかもいるわけですよ常連でも勝ちまくっているとか優勝しか取らないとかあとは沖縄県を飛び出して全国でも活躍しているキッズダンサーとかも沖縄から誕生しているのでそうやってその同年代だけど頭一つ分抜け出している子とか大人相手にも戦っていけるような子は、ね、もちろんそういう子はエントリーしたら普通に、ね、勝っちゃうからそういう子をエントリーさせるんじゃなくてあの審査員に。 してしまってはどうだろうという考えがありましてで、今回から2016年度の大会からは若いメンバーたちも審査員に入ってもらっています。で、審査員は全部で6名。今までは3名だったんですけど、6名に枠を増やしました。で、15歳以下の部門を審査してくれるのが若い年齢のダンサーたちですね。今回も3名。 えっと、若い世代のダンサーたち呼んでいるんですけどまずは1人目が今現役高校生のヒップホップダンサーでハニーワークスっていうチームに所属している放納がまず1人目、えー、ジャッジしてくれますで放納もね本人が中学生ぐらいの時から、えっと、MT バトルにずっと参加してくれている一人でで結構高校生ダンサーの中では有名な ね、とっても上手って言われてる子なので本能にちょっとやってもらおうかなって思っています。で若手審査員2人目は、えっと、ダンススタジオギャラクシーの音色っていうチームで活動しているあやねがジャッジをしてくれます。なんとあやねはまだ中学3年生で中学生なんですけれどももうこの子はね 小学生の時から超天才って言われてて、で、ね、小学生の時から MT バトルももう本当に勝ちまくり、優勝しか取らないっていう風に。この子がエントリーしてたらもう優勝取るのは難しいねって言われるくらい、すごいちっちゃい頃から天才呼ばわりされていた、このダンサーなんですけど、今中学3年生になって、ちょっとジャッジさせてもいいんじゃないかなっていう感じでちょっと。 楽ししみにしているところですであと一人若手ダンサー若手って言ってもまだ二十歳ぐらいなのかな 21?21 21ぐらいかな <laughs> で b ーイナールに、えっと、15歳以下の部門を審査してもらいますえっとなルはねえっと MT バトル22歳まで出ることができるので、えっと、実際に4月大会にもエントリーしてくれていたり 今現役で MT バトルに挑戦してくれている一人なんですけれども,もう普通に b ボーイの大人のチームにも所属していてであちこちあの大人の大会でも結果を出したりしているメンバーの一人なのでちょっと面白いんじゃないかなという感じでちょっと入れていますあと前回ね4月大会の時にこの若手ダンサーを入れたことによってこの審査の視点が変わったなっていうふうにちょっと思いました やっぱりその現役で今もバトルに挑戦をしているダンサーたちをその同じ目線で審査をしてくれるっていう感じであの今までのね偉い先生たちとはちょっと見る視点が違うので実際に現在戦っている子たちがジャッジをするということでやっぱり感じ方が少し違うんだなというふうに思いました。だからえっとこの前の前月大会はね結構 今まで埋もれていた子たちがショーを取ったりとかしていてすごくなんか新しい風だなっていうふうに思いました確かにその前回ショーを取った子たちの中で優勝したデイビッドっていう子がいるんですけどデイビッドはさ超特殊な踊りをするわけもう足がぐにゃぐにゃスタイルで足折れないって思うぐらいとっても特徴的なすっごい個性的なダンサーなんだけど まだだ中学生なんだけどねでその子がさその賞を取るの初めて見たわけだけどその誰もが必ず注目している子でうまいわけさだけどなかなかこの這い上がることができなくて例えば予選通ったとしてもベスト8で負けちゃったりとかなんかそのこの子うまいのになーって。 誰もが思思ってたと思うんだよねそういう子がそういう4月大会には若手ダンサーがジャッジをするということで優勝を初めてゲットしてでもニヤニヤが止まらない感じで表彰式 <laughs> あのすごく喜んでいましたけれどもこうやってね初めてスポットが当たるっていう経験ができたダンサーもいるので若手ダンサーにジャッジをさせるっていうことはすごくいい試みなんじゃないかなというふうに思っていますで今回の5月大会はこの若手メンツはこの3名。 そして22歳以下の部門は、えっと、大人のダンサーさんたちにちゃんと来てもらって審査をしてもらいますえっと3名紹介したいと思うんですがまずは1人目はヒップホップダンサーのヒロヤさんですねもうこの人はもう審査員としてはおなじみだね毎月何かのダンスバトルでジャッジをしているよねこの人一番今沖縄のヒップホップダンサーで忙しくジャッジをしてるんじゃないかねはいもう 今いくつかな ?28 歳かな ?28 歳で。えー、っと、もうこの人がね、沖縄のヒップホップ界を引っ張らないと動かないはずって感じ。もうヒップホップダンサーとしたら代表的な人なんじゃないかね。このヒロヤさんが今回 MT バトルに来てくれます。そして、えっと、ハウスのダンサーでネマ、ネマさんが来てくれます。えっと、ネマさんはね、見た目がすごくバナナみたいな人だけ <laughs> どんな感じよって言われるかと思うんだけど、多分見たら、ああ、バナナだって思うはず。<laughs> 顔もさ、日本人なんだけど、すっごい髭ボ某ボで、頭もドレッド頭しててからさ、アフガニスタンの人なんじゃないかって思うような顔立ちしてるわけ。彫りが深くて。で、顔がめっちゃ細長いわけ。<laughs> で、身長もね、2メートルぐらいあるわけさ。<laughs> 日本人離れしたスタイルを持っているんですけれどもで体もあのスリムで,ですごくスラッとしてるからさ見た目本当にバナナって感じ「<laughs> セサミストリート」の黄色いキャラクターみたいなアーニーだった <laughs> にすごく似てるんだけどごめんね見た目ばっかりこんないじってから。<laughs> ねそのネマさんが来てくれますで。沖縄では珍しいハウススタイルで踊るダンサーなんですけど、沖縄にはね、ハウスで踊れるダンサーは10人ぐらいしかいないんじゃないかな。たくさんのダンサーがいるんですけれども、本当に、 ね、数えられる程度しかハウスできる人いないんですけれどもそんな中のハウスダンサーということでネマさんがジャッジしてくれますそしてもう一人は、えっと、大人のダンサー b イリョータさんが来てくれますでータさんもねあのータさんは若手っていうわけではないんですけれども30代かなえっとすごく今やっとこのなんか 出ててきたって感じですかね昔からいるとっても上手いダンサーの一人なんですけれども最近の大会でやっとそのなんか認められてきたというかすごくいいダンスをする人なんですけれどもなんかはい出ててきたって感じだね <laughs> なんか私の視点で言っていいのかわからないけどすごくダンスが上手い人です。 で、この三人に審査をしてもらうって感じでやりますのでよろしくお願いします。そう、新しい試みが二つあるって言ったんですけど、その今、ジャッジをね、若手メンバーに変えるっていうのが一つ目で。で、もう一つ新しい試みっていうのは、エキシビジョンバトルを取り入れたということです。エキシビジョンバトルって何って感じだと思うんですけれども、えっと、エキシビジョンっていうのは、 あのこの組み合わせのバトル見たいよねっていうあるじゃないですか例えば西の誰々東の誰々みたいな <laughs> 西の代表の人と東の代表の人が戦ったらどんなのなるんだろうみたいな夢のマッチみたいなことがありますよねでそういう戦いをあのイベントの中で用意されてゲストバトルみたいな感じでたまにねあのやるイベントとかもあるとは思うんですけど この MT バトルでのエキシビジョンバトルっていうのは、えっと、審査員対この日に優勝したチームっていう風にやってみようかなっていう風に思いますね。 やっぱりこのたくさんのエントリーの中から優勝に輝いたチームっていうのは本日のベストダンサーだと思うんですよ。で5月29日は3オン3バトルなので15歳以下の部門の優勝チーム3名と22歳以下の部門の優勝チームの3名この合わせて6名ですね。6名バーサス その日の審査員6名15歳以下の部門の若手ジャッジの人と大人のジャッジの人合わせて6人6対6のエキシビションバトルちょっと見たいなっていう感じでやっていこうというふうに思います。 やっぱり優勝チームだからさ、この勢いに乗せて、本日のジャッジも倒しちゃえっていう感じなんだけど、ジャッジからしたら、そんな出場者に負けるわけねえじゃんって感じで、なんかお前たちうぬぼれんなよ、的な、<laughs> その大人の力はこうだとか、やっぱり私たちはジャッジで呼ばれてるぐらいだから、出場者ぐらいには負けねえんだぞ、みたいなのを見せつけてほしいなっていうことで、ちょっとエキシビジョンバトルもその日あります。4月大会もね、ソロの の時にエキシビジョンバトル開催をしたんですけれどもなんとあのジャッジ陣じゃなくて優勝勝者チームとっ、ね、ったたて感じでした、ね、そんなこともあってすごく見た感じ面白かったんですけど、えっと、今回の5月の29日の MT バトルでもその優勝チームが決まった後にエキシビジョンバトルもあるということなのでぜひその辺も注目してもらえたらなというふうに思います。 はい。今紹介した内容の MT バトルはもう来週の日曜日に開催されるものです。5月29日日曜日、えっと、ミュージックタウンの1階広場の方でお昼の12時から無料で見れるイベントとなっておりますので、ぜひ、えっと、1日中、 ねえ、22歳までのダンサーたちが、えっと、1位を目指してバトルをしていますので、お時間のある方、あとご近所の方はね、通りがかりでもいいので、ぜひミュージックタウンに足を運んで、ちょっと見てもらえたらな、というふうに思います。ねえ、MT バトル、5月29日、来週開催ですけど、実はね、ソロバトルの方が6月開催なんですけど、えっと、2週間続けて開催なんですよね。29日が、 来週がね、3on3 で、その次の週、すぐ、6月5日、日曜日にソロも開催ということで、えっと、2週続けての開催なんですが、まあ、えっと、3on3 もやって、ソロもやってっていう感じで、両方盛り上げていけたらな、というふうに思います。ぜひ、お時間のある方は見に来てくださいね。よろしくお願いします。はい。では、ここで、またちょっと一曲、曲を紹介したいと思いますので、聴いてください。どうぞ。 はい。お届けしているのは、あけみのワッツアップレリオです。はい。えっと、ここまでは、MT バトル 3on3 のことについて結構お話ししていったんですけど、えっと、先週出場してきたダンスのイベントがあったので、それの結果報告みたいなことをしようかなというふうに思います。えっと、先週の日曜日は、那覇の方で開催された、ゼファーダンススタジオがやっている、 ババーストトトってていうバトルイベントに参加してきましたで「w h a t s ア p プからはえっとフとルムとヒーハーのメンバーが代表で出てきたんですけれどもヒップホップのソロバトルとあと 3on3 の、えっと、年齢制限なしのやつがあったんですけれども、えっと、ヒップホップソロバトルにえっとヒーハーの3名モアとミキーとメイカこの3名が、えっと、出場してきました。で えっと、年齢制限なしの 3on3 バトルの方に、フォルムが、えっと、3人ずつで分かれて2チームと、あと、さっきのヒーハー3名が、えっと、3チームエントリーしてきました。で、結果の方を報告していきたいと思うんですけど、まず、ヒップホップソロバトルの方が、えっと、メイカとミキが予選を通過しまして、ベスト16に上がっていました。ね、なかなか、 結構予選を通過することはできるんですけどこのベスト16に、えー、と上がってからここからはね大人との対戦になるので。 えっと、これからまた大人相手にね、頑張っていかないといけないって感じですね。今回の結果はベスト16ということで、えっと、これ以上上には上がれなかったんですけれども、この、やっぱりね、たくさんのエントリーの中から予選を落ちてしまう人もいる中で、小学生メンバーが大人に混じってベスト16に入れたということで、まあまあかな。<laughs> またこれからあのこうやって外の大人の大会にもちょいちょい出していこうというふうに思っているので予選通過できたらベスト16ベスト8ベスト4という感じでだんだん進んでいけたらなというふうに思いましたでもね二人ともすごくよく頑張っていたのでねまた次もチャンスあるんじゃないかなって思いましたおめでとうございますそして 3on3 バトルの方なんですけどえっとフォルムが ベスト4まで行けました。そして、えっと、ヒーハーの3名が結果を出しまして、準優勝まで行けました。おめでとうございます。 イエーイって感じだね。うんと、優勝したチームは、もうゴールデンウィークから連勝で勝ちまくっているチュロスのメンバーたちがね、裏添えのダンサーなんですけれども、えっと、チュロスがやっぱり連続で優勝を持っていきました。ね、なかなかこのメンバーたちを倒すのは大変なので、まあ今は勝てないかなっていうふうに思うんですけれども、そんな中、小学生だけのチームが、えっと、準優勝に。 上がれたのがすごい良かったなというふうに思いました、ね、バトル一日すごく長い時間かけてやっていったんですけど最近のワッツアップのメンバーたちはね結構バトル慣れしてきて勝ち方を分かってきたような踊り方するわけ私実はそういう踊り方あんまり好きじゃなくて勝つために踊るとかよりも 本当にに気持ちのいいいいい踊りがでできたらいいなっていうふうに思うんですよねだから今ちょっとその気持ちのいい踊りになるようにまたちょっとダンス指導を切り替えているところなんですけど、うん、とんこれをや,やれば勝てるでしょみたいなさなんか煽り方とか雰囲気の出し方とか本当のダンス力で勝ってるんじゃなくて。 なんとなく空気の持っていき方とかさバトルの作り方みたいなもので勝ってるからあんまり <laughs> あんまりで言っちゃだめだけどまあいいことなんだけどね他のまだその上がってこれないダンスしてる子たちに比べたら、まあ、慣れてていいことなんだけど本当の良さじゃないよねっていう感じなのでちょっとえー、っとその辺直していこうかなっていうふうに。 思っていますもっともっと気持ちよく踊れるように意識してもらってって感じかなうん <laughs> だからこれからの課題で、えっと、勝つためのダンスじゃなくて本当に気持ちいい部分が出せたらやっぱり審査員もそれを感じ取ってくれるので本物のダンスができるようになれたらいいねっていうふうに 教えていいいこうというふうとふに思いました、ね、すごくいいことなんだけどやっぱり慣れはちょっとね傲慢な感じになってくるからいつでも初心を忘れずっていう感じで頑張ってほしいですね。はいこれからはそういうい指導にやっとこのなんていうの同じステージ上で戦えるほどのレベルになってきたからやっぱりそのなんていうのリスペクトの気持ちとか。<laughs> そういうのを忘れないように教えていけたらなっていうふうに思います。はい、ねもうダンスやってる子どもたちはそのなんていうの習い事感覚かもしれないけどそのお母さんたちからしっかり預かっているっていう感覚なので、えっと、教えられることはなるべく私から伝えてでね長年ずっと通ってるメンバーたちは本当に先生と生徒の間柄を飛び越えて家族のような存在になってきているので。 ね、やっぱりちょっとこの子どもたちの態度は私から来ているというふうになるからね、えっと、ちゃんとできるところはピシッとしていけたらなというふうに思いますはい、ね、これからの指導もまた変わっていくと思うから楽しみですね。 はい、そんなワッツアップアケミダンススクールなんですけれども、えっと、もちろんダンスを上手なクラスはやってるんですが、えっと、ダンスを初めてやる子たちのための体験クラスも開いています毎週土曜日に無料で受けられるのでもし興味のある方は、えっと、ダンススクールに遊びに来てください毎週土曜日3時からがキッズクラスで4時半からが中学生高校生のクラス今日ももちろん無料で開催していますえっと ダンススクールの場所は沖縄市のパークアベニューにあります。パークアベニューにチャーリータコスがあって、そのチャーリータコスの裏にえっとアベニューの共同駐車場があります。その共同駐車場の事務所2階がキッズ専門のヒップホップダンススクールワッツアップあけみダンススクールです。えっとスクールではブログもやっていますので。もし興味のある方はカタカナでワッツアップ、あけみダンススクールで検索してみてください。よろしくお願いします。 はい、そんな感じだね。そう、先週は、その那覇のゼファーが開催しているバーストに出てきて、まあ、そういう大人の大会でもちょいちょい頑張ってきいているよっていう感じだね。はい。で、今日も無料で体験レッスンやってるよということなので、興味のある方はぜひ遊びに来てください。そして、近いうちの WhatsApp のメンバーたちが出演するイベントも紹介したいと思います。えー、っと、急に入ったやつなんですけど、 5月27日今度の金曜日です金曜日の、えっと、夜7時30分からミュージックタウンの1階広場の方で熊本のチャリティーイベントが開催されます。でこれもねえっとヒップホップのイベントなんですけれどもロドリオンさんっていう人がラッパーなんですけどえっといろんなアーティストたちを集めてえっと熊本のためにみんなで募金をしましょうっていう感じでやります。で えっと、ラッパーの人たちと,、えー、っとダンスの人とあとメッセージする人とあとバスケットボーラーの人もいるね結構ヒップホップでかっこいい感じのイベントになると思いますで7時30分から「w h a t s プ p p あダンススクール」のイベント盛り上げるメンバーたちが。 えっと踊ってくれますのでぜひキッズダンサーたちも踊るからね今度の金曜日の7時半からミュージックタウンで踊るのでもしよかったら見に来てもらえたらと思います IHEARTYOU ていうやつで ILOVEYOU っていう言葉があるけど私はあなたを愛していますだねでそうじゃなくて IHEARTYOU っていうのはロドリオンさんが作った言葉で、えっと、ハートって言ったら あの気持ち、思いっていう感じで私はあなたのことをとっても思っていますよということで IHEARTYOU っていうことでねえっとイベントが開催されますのでえっとよかったら金曜日の7時30分からミュージックタウンの1階広場の方にまあえっと募金するためというよりかはちょっとヒップホップンのイベントやってるから遊びに行ってみようかなという感覚で来てもらえたら嬉しいと思います。はい、それと うんとさっき紹介してたミュージックタウンでの MT バトルだね。 5月29日日曜日曜に開催されますワッツアップからもねえっとベテランのメンバーたちも出るんだけど今回初めて参加するメンバーたちもいるからちょっと今日のこれからの練習もねみんなちょっとドキドキしながら参加してくれるとは思うんですけれどもちょっと初めての子たちも挑戦させてみようと思うので私はねどちらかというとバトル慣れしてるメンバーたちよりもこの子たちこの初めてバトルに参加する子たちの検討 ぶりががすすごくく楽しみですねあの予選ななんか上がれなくてもいいわけ <laughs> 本当は上がってほしいけれどもそのなんていうの初めてのこの緊張の場をどう楽しむのかっていうのを、ね、すごく気になるねやっぱり初めての時ってすっごい緊張するからなんかその緊張に負けずに。 ちゃんと自分の力を出し切ろうとしてくれるのかそれと周りの空気にやっぱり飲まれちゃっていつもの力が出せないのかとかその辺見るのすごく可愛いからさあのとっても応援の気持ちで見守りたいいと思っていますでやっぱりねこうやって初めて挑戦する子ってすごく素直だからあの踊り終わった後の表情とかも見るのすごくあの見てて面白いんだけど気持ちよく踊れた時にはさもう勝ち負け関係ないわけ。 勝ち負け関係なくて「あーもう楽しかった」とか「ああもうこれできた」みたいな「私はやりきった」みたいな顔して戻ってくるのがすごく気持ちがよくてで中にはやっぱり初めてでなかなか力を出せずに「あー出せなかった」みたいな「悔しい」みたいな表情で戻ってくる子もいるしなんかそんなのを垣間見るのがすごく ね素敵というか私のちょっとした楽しみになっていますけれどもで、えっと、やっぱり、えー、優勝を狙っているチームの人たちはねしっかりあんたたちやりなさいよって感じでちょっと厳しい目線でねあの応援してあげたいと思いますけれども今度の5月29日が「MT バトルスリオン3」が開催されます。えっと、そんなな感じかなであとはは6月はね 毎週イベント入ってるわけよで今一気に紹介してもねちょっと忘れちゃうのでまた来週の放送の時に6月のイベントをちょっとずつ紹介していこうかなっていうふうに思いますね6月もまた主催のイベントが2つありますね結構忙しいですけれども、はい、頑張ってこなしていきたいと思います7月も8月もねもう夏に入ったら一気にまた盛り上がってくるね 6月は毎週イベントがあって7月はダンスのコンテストがあってで8月は「わっつぁ p 恒例の夏のダンスショーとかもありますので、ね、このメニューをこなしてでまた秋のコンテスト冬みたいな感じでね、えーっと、クリスマスバージョンみたいな感じで1年あっという間に過ぎてしまいますね。 はい、ここから先もまた私たち元気よく活動していきたいと思いますので、えっと、遊びに行った先でね、踊る機会、踊っていると思うので見る機会があればぜひ足を止めてダンス見てもらえたらなというふうに思います。はい、そんな感じです。じゃあ今日はもうだいぶ MT バトルの話が中心でしたけれども、えっと、また来週も元気よく放送していきたいと思いますので、 ぜひ皆さん、あのラジオ来週も切ってくださいね。えっと、毎週土曜日12時から生放送でお届けしているダンスの番組ということで、ワッツアップレディオでした。はい、じゃあ、今日はこの辺で締めていきたいと思います。またよかったら来週も切ってね。じゃあ、ここまでの DJ は私、ワッツアップあけみでした。バイバイ。